米中の貿易戦争の行方ですが、ちょっと先行きに対する不安が和らいでいたところ、またという感じですね。ね、うん、まあ僕はね、和らいだって、それはトランプさんと会った直後相手で褒めたたえるんですよ。習近平さんが好きだとかなんとか。それは分かっていて、でもやっぱり根本を見る必要があると思っていて、うん、つまりアメリカでは何が非常に大きな関心事項になっているかというと、 少し長期的に見て中国はどういう国になろうとしているのかそれはアメリカにとってどうなのかっていう視点があるわけですよ。短期的にね、中国の台米クロジーをまあ半分にしようとかいうそう狙いがある一方で、それとはまた全く別にですね、実は中国がアメリカからハイテクの派遣を取ろうとしている、世界の派遣をダッシュしようとしているんではないかという強い疑念があるわけですね。 で、その疑念は最もなものであって、それ、どっちが派遣取るかはまた別の問題ですよ。中国製造2025なんかを見るとですね、うん、世界最強のハイテク国家になるんだということを明らかに謳っているわけなので、ハイテクというのはですね、アメリカの派遣的パワーのですね、根源にあるわけじゃないですか。で、しかも中国はですね、次の派遣にとって極めて重要なテクノロジーである 5G でですね、 かなり前を行っている、はいで。しかし、そのかなりの部分について言うと、それはアメリカの技術を摂取したものであるというふうにアメリカは考えているわけですよね。急激に成長したわけで、基礎研究とかそういうものをあんまりしないでこう来てるわけなので、誰でもそう思いますよね。うんはい、ディズニーランド見たって、中国の戦闘機見たって、どっかで見たようなもの形ばっかりしているということなので、それは私は当たっていると思うんです。はい、この番組でね、かさんも言ってましたけれども、 やっぱり、東稿妖怪をね、続けるべきであったにもかかわらず、中国はやっぱり、習近平さんの時代になって、ちょっと焦ったのか、中国の夢というね、理想を掲げながら、ちょっと焦り気味にアメリカに追いつこうとしている、また追い抜こうとしている、それをアメリカはけしからんと思ってるわけですよ。で根本はそこです。はい、根本がそこなので、例えば今回ね、中国が、でアメリカから、 農産物、いくら買いますボーイングのジェット機いくら買いますって言っても、一時的にはトランプさんの顔がニコッとするかもしれないけれども、根っこのところではですね、非常に冷たい視線が中国には注がれ続けるということだと思います。それはライトハイザーという人もそうだし、民主党、共和党問わずですね、アメリカには非常に厳しい見方がある。 そういう厳しい見方は、私はアメリカの国内で強くなっていると思いますね。はい、でも中国はアメリカの国債を最大に日本よりも時に多く持っているということで、ウォールンの安定のためには中国との関係を維持すべきだよねっていう人たちもアメリカにはいるわけですよ。 徐々に消失派になりつつあると思うんですけれども、もう入信財務長官とかですね、これはゴールドマンザックス出身の人なんですけれども、あとクドローというね、アメリカのテレビで非常に有名だった経済のコメンテーター、これが今、経済の司令塔のところにいるわけですけれども、この二人なんかはどちらかというと、まあそうは言っても、というね、考え方になってんですよ。で、私はね、トランプさんの物言いとか、ライトハイザーの考え方の背景にあるのは、 アメリカは騙され続けたというね、非常に中国に対する根強い不信感があって、それが対中国でですね、厳しい対応に出ている根本だと思います。それは先週も言ったんですけれども、中国が豊かになれば、いつか民主化するだろうと思ってたが全然そうじゃないと。共産党一党独裁のまま強くなってきていると。共産党一党独裁の中国がアメリカから覇権を奪うような状況になれば、 アメリカという国、または自由主義とかね、資本主義、民主主義というものは危険に立つんだと。それは許さんぞという決意がアメリカにはあるわけですよ。はい。だから僕はね、こう考えてます。ファーウェイのね、副会長がカナダで逮捕されましたということですよね。それはまさに習近平さんとトランプさんがブエナスアイレスで一応の手打ち、90日間来年の2月までの関税引上げの延期を決めたその日なんですよね。 で、90日間猶予するって言ったって、はい、そもそも500ドル分の中国の対米輸出には25%の関税かかっているし、加えて2000億ドルには10%の関税かかっているわけですから、はい、別に関係が良くなったわけでも何でもなくてですね、1月1日から引き上げるっていうのを2ヶ月間猶予しましたっていうことに過ぎたいわけですよね。90日っていうことは12月1日から起算するわけだから2月末までじゃないですか。で、1月1日から引き上げるって言ったのを、 猶予するって言ったって2月末までなので。で、そうすると、これは、我々はじゃあどう考えればいいのかっていうことなんですけれども、はい、短期と長期を分ける必要がある。つまり、短期的に考えれば、アメリカの金融市場がガタガタするのは避けたいっていう無入信とか、クドロの考え方があって、中国が派遣狙ってるからって、突然戦争になるわけじゃなくて、どっかで折り合いながら、でもこれは帰ろう、あれこえらって、アメリカ言い続けるんでしょうね。 だから短期的に見た時のアメリカの狙い、つまり対中貿易赤字を減らしたいっていうのは時々達成されるかもしれませんよね。はい、でもその一方でアメリカの疑念というのはずっと残るわけですよ。中国は自分たちから覇権を奪押しとしてるんじゃないかと。それは許されないぞと。はい、なぜ許されないかというと、自分たちのアメリカが理想とする自由主義とか、 報道の自由とか人権とかそういうものをね踏みにじっている国が世界のトップに立つのは許さないという決意なんだと思うんですね、はい、日本人は GDP ナ、no. ンバーワンとナンバーツーが体制の違いもあって激しく攻めにあっている中でじゃあどっちの体制をね大事にすべきかという点で見れば私はやっぱりもちろんいろいろな欠陥はあるけれども、はい 民主主義とね、一党独裁ではない、頼りない政党だけでども、競い合ってね、政治をやっている国の方がいいなと思うので、気持ちとしてはやっぱりアメリカに安易に折れないでほしいという気持ちがあるわけじゃないですか。はい、まあ世界はそれはじーっと見つめてるわけですよ。で、私はね、最近よく思うのは、もうアメリカと中国とのいざこざはい。まあいろんな形で出てきますけど、ファーウェイのね、副会長が逮捕されたり、いろんな形で出てくるんですけども、 それは非常に息の長いものだと。これはもう中国が発展途上国であった時のような状況には戻らないわけなので、はい、どちらかといえばやっぱりアメリカもね、自分をダウングレードしちゃって中国と並んじゃったっていうこともあるので、競い合ってしばらく20年、30年行くんでしょうね。その期間は常に中国とアメリカはいろいろことを構えるんだと思うんです。 じゃあその中で、じゃあマーケットがですね、はい、常にこと構えているから株買えないかっていうとそんなことはなくてですね、冷戦が厳しい折りだって、ニューヨークの株も東京の株も上がったり下がったりしたっていう、そういうことですね。日常化するということです。だからそれ派遣争いが日常化するってどういうことだって、それは米ソ冷戦の頃考えればいいわけで、はい、でもあれほど厳しいものにならないと思うのは、 両方とも相手国に依存してる面がやっぱりあるわけですよね。ああそうですね。アップルのスマホは中国で組み立てられてうんどんうんぬんというところがあるわけなので、それがまあ干渉剤になるかもしれない、うん、ということだし、世界中の消費者が実は同じようなのを使ってて、はい、そこにね、ファーウェイの機器が入ってるか入ってないかみたいなやつ、そういうところでこう話が分かれてくるということですよね。 こう考えるんですよ。今週のマーケット、まあこれは後でまた取り上げますけれども、えー、ガタガタして、そろそろアメリカと中国が角を突き合わせる状態というのは状態化すると。はい、わかります,状態,状,態す,す状態が状態化する。そ、は、うい。常に。そういう考え方の中に自分の考えを置いて、じゃあこれはマーケット参加者として危機感を持つべきものなのか、はい、それともこれは儀式的なものなのかね。うん その本音と建前のところはどうなのかっていう、そういう見方をしていく必要があるのかなというふうに思うんですよね。はい、米中貿易戦争の行方というタイトルの中で喋るとすると、はい、小競り合いは続くと。うん、まあ、でもね、これだけ依存し合っているので、大きな戦いにはならないし、一つの歯止めはね、両方の国の政治家とも、はい、 民意を無視した政治はできないということですね。トランプさんも次狙ってるわけだから、はい、あまりにもひどい状態になって、つまりアメリカ経済がガタガタするような状態に、ねはい、中国との関係を追い込んだりはしないんだろうと思うんです。歯止めはあるんですよね。共産主義の国は民意を無視できて、トップが自由自在にできるかというとそんなことはなくて、じっと世論を中国の トップだって見ているわけですよね。で、世論形成を自分でしようとするかもしれないけども、これだけやっぱり情報がですね、はい、ル布する世界では、なかなか自分たちの言うことだけを聞かせようというのは無理だということですよね。ね中国では上に政策があれば下に対策がありっていうぐらいなので、そこは歯止めがあるんだと思うんです。でも一つ言えることは、世界の歴史を見ても、 派遣を争う二つの大国が出てきた時には必ずガタガタするんですよ。でもそれはしょうがない。しかも共産党一党独裁の国とね、そうは言ってもちょっと変形してきたけれども、世界のね、民主主義をリードしてきた国が争うわけだから、だからそれはもう我々が日常的なこととしてですね、一つ理解していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。